ウクライナ反転攻勢、4日で半年、数ヶ月にわたり戦況膠着。ウクライナ軍が大規模反転攻勢を開始してから4日で半年が経過した。ウクライナ軍はロシア軍の防衛線を一部、突破したものの、数ヶ月にわたり戦況は膠着。長期戦が見込まれる中、ゼレンスキー政権と軍の間では、核質が表面化した。国内の分断を狙ったロシアの揺さぶりとの見方もあり、ウクライナは正念場を迎えている。 ウクライナ軍のザルジニー総司令官は A 氏エコノミストが11月に報じたインタビューで戦争が膠着状態にあり打開するには兵器の技術革新が必要だと指摘これに対しゼレンスキー大統領は記者会見で膠着ではないと反発した国民の人気が高いザルジニー氏が政界に転じればゼレンスキー氏のライバルになりうるとされる来年の大統領選実施の可否が取り沙汰される中政権与党の議員が ザルジニにに公然と辞任を求める事態にもなった政権と軍の不協和音は国内外の関心を集めたが国防省情報総局のユソフ報道官は占領者にとって前線での戦争より安上がりだと述べロシアが内紛を煽動しているとの見解を示した中国経済依然低迷習近平の野望は達成できそうにない先月 サンフランシスコでジョー・バイデン米大統領と会談した際、中国の習近平国家主席は弱い手札で臨んだ。中国経済は一般的な認識にも国家主席の野望にも遠く及んでいない。習近平は経済的、外交的、軍事的に国際的な舞台で中国の力を積極的に主張するという点で、前任者をはるかに超えた。実際、習近平は数々の成功を収めたが その過程で欧米や日本の多大な行為を不信と敵意に変えてしまったそして今習近平は自身が率いる中国経済がここ数十年で最悪の状態になっていることに気づいた屈辱を味わっているに違いない年初の一時的な好調を除けば今年の中国経済はほぼ全ての面で期待を裏切っている10月の統計はその実態をまざまざと見せつけた中国国家統計局によると 10月の製造業購買担当者景気指数 TMI は49.5と9月の50.2から低下し好調だった昨年2月の52.6を大きく下回ったこの直近の値は特に注目に値するなぜなら50.0を下回る指数はまさに縮小を意味するからだサービス業と建設業を合わせた非製造業の同指標は9月の51.7から10月には50.6に低下 この数値は依然拡大を示してはいるものの、かろうじてといった状況だ。製造業に関する報告書では、国内外の買い手からの新規注文の減少を示す数字もある。これは明らかに欧米の景気低迷に起因するもので、欧州中央銀行、ECB と米連邦準備制度理事会、FRB の両者が進める反インフレ政策、特に利上げによってもたらされたことは間違いない。また 中国メーカーに対する海外からの注文が減少しているのは、西側の政府や産業界が中国の情報源に対する不信感を強めていることを反映しているようだ。実際、中国税関総書が発表した輸出統計は、同国経済の衰退を浮き彫りにしている。直近の数字である9月の数値は、8月の水準を5%ほど上回ったものの、昨年1月の水準を約10%下回っている。また 最近の PMI 報告書を見る限り、10月の数値が発表されれば、おそらく減少を示すだろうことが予想される。国内の買い手からの受注減が輸出の低迷に響いているのは確かだ。中国は結局のところ、経済が国内志向になるという政府が繰り返すビジレークとは裏腹に、極めて輸出主導型の経済なのだ。国内の景気は海外からの需要に大きく左右される。こうした影響以上に 国内受注の減少は中国の民間企業が生産能力の拡大を躊躇する傾向が広まっていることにも起因しているこれは長期にわたる政府のゼロコロナ政策がもたらした不確実性と習近平の民間企業に対する敵意むき出しの態度の両方がもたらした結果だ重い腰を上げ経済政策を開始した中国政府成果は上がるのかこのような悪い経済ニュースの陰には中国恒大集団 エヴァーグランデや壁桂園、カントリーガーデンといった大手不動産開発業者の破綻が成長を阻害している事実が横たわっている少なくともこの巨大な経済部門である不動産業界が債務を履行できないために金融損失が発生し金融システムが支援できる新規事業が制限されているのだだがそれだけではないこうした損失をめぐる不確実性が中国国民の住宅購入に歯止めをかけている実際 新築住宅販売額は、数年間落ち込みが続いた後最近になって8月の最低水準を上回り持ち直した。だが、不動産調査会社であるクラリーによると、10月の販売額は556億ドル、約8兆2000億円相当で、依然として前年同月を約30%下回っており、新型コロナウイルス流行前のピーク時の水準にははるかに及ばない。不動産価値の下落は家計の豊かさを損ない。 中国の消費者は消費に非常に消極的になっている政府は最近になってようやく経済成長を促すための措置を講じた現在のところその努力は遅きに失した感がある中国人民銀行中央銀行は金利を引き下げ個人と企業の両者による借り入れや支出の増加を促しているがこれまでのところ成果はほとんど現れていない個人消費や企業投資を抑制する強力な力に対し 大ききな変化をもたらすこととができるとは考えにくい政府はまた経済を刺激する上で中国のお決まりの手段となっているインフラストラクチャー支出の増額計画も開始した先頃発表された取り組みでは特に洪水で荒廃した省でのプロジェクトに資金を投入するため1兆元約21兆円の融資を認可するこれまでの形だけの努力を考えると約18兆ドル 約2600兆円に相当する経済規模を誇る中国において、これで十分なのかという疑問が生じるのは最もだ。習近平が初めて国家主席の座に就いた10年前、中国経済は規模と力の両面で米国をも追い越す勢いだった。ロシア、ウクライナ双方が捕虜使い、情報戦、指揮低下を暴露、母親と電話し、号泣など動画で発信。ウクライナ侵略を続けるロシア軍が 捕虜となったウクライナ軍兵士に軍の規律の乱れや士気の低下などを暴露させる動画を盛んに発信している。発言は強制された可能性があり、捕虜の適切な処遇を定めた国際人道法に違反しているとの批判がある。ウクライナ側も捕虜のロ軍兵士を通じた発信を行い、情報戦が激しさを増している。兵士は酒と金のことばかり考えていて、戦いに臨める状態ではない。 捕虜となったウクライナ兵とされる男性が、こう語った。軍の士気は著しく低いとし、戦場で負傷した仲間を見捨てるほどだとも述べた。ロシアは国防省の SNS や国営テレビなどで、捕虜となったウクライナ兵による証言の発信を続けている。子供を迎えに行ったら、軍に捕まって招集令状を渡されたといった話から、訓練レベルが低く戦闘能力はない。できることは穴を掘るだけ。 といったウクライナ軍の批判まで幅広い動画の公開はウクライナと米欧各国の世論の動揺を誘い侵略を正当化する狙いがあるようだ国家間の国際紛争に適用されるジュネーブ条約では捕虜を拘束した国に対し捕虜の安全や名誉を守る責任があると定めているロシアが公開した動画で自ら撮影を望んだと語っていたウクライナ兵は解放された後オーストラリア公共放送 ABC の取材に対し、暴行を受けて衰弱した状態で撮影されたと訴えた。ロシアは、捕虜に発言を強要している可能性が高い、ウクライナ政府は昨年7月、捕虜の政治利用を非難し、人道的な扱いを求める声明を発表した。一方、ウクライナ側も昨年2月の侵略開始直後、捕虜となったロシア兵が母親と電話して泣き崩れたり、 自身の名前や住所を明かしたりする動画を次々と公開したロシア国内で反戦機運を盛り上げプーチン政権への圧力を高めることを狙ったとみられるこうした動画について国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチは昨年3月捕虜、公衆の好奇心にさらしているとしてウクライナ側に動画の公開をやめるよう警告したただウクライナ当局は最近になっても 捕虜のをを利用したアピールを続けている9月には捕虜の収容施設が外国メディアに公開され、露兵が食堂に集まってパンやスープ、サラダなどの食事を食べる様子のほか、テレビや冷水器が設置された部屋などの撮影と取材が許可された。AFP 通信は、ウクライナ側が捕虜を人道的に扱っていると印象づける狙いがある。と報じた。